はい、2023年9月2日になりましたので12時9分でございます。今気づいたんだけどさ、パソコンのボリュームがなんか全く電空なってて、これどうし、なんかあれかな、聞こえていかんことやってたのかな。そんなことはいいとして、昨日9月1日だったんだが、俺焦った命日で、坊主来たんかな。いやだって、ちゃぶ台の上にだってあれ、庭を見たらさ、領収書とか、領収書って税金の納税書とかなんだけど置いてあるんだけど、今気づいたわ。9月2日、昨日そうだよね。金曜日9月1日だよね。え、でも朝坊主こんかったよ。いや、坊主ってお前偉そうに。忘れとったわ。まあいいわ。ヘイ坊主。どうしたんだろう。お経を読んでたかな。はーにゃー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 って。お前、寺から前苦情が来るぞ。うん。まあ、いや、今気づいた。いや、マジで思った。そうか。明日来るってことあるかな。最近ボド忘れひどくてさ、本当におばあさんにできたじゃない。行きましょうってことなんですけどさ、こんな感じなんですけどさ、電話ってあれさ、勝手にどこかかけるよね。とりあえず行きましょうか。行きましょうか。ドンということなんですけどさ、勝手にどこかかけやがってさ、そんなことはいいでしょうさ、何を言おうとしたかな。じゃあ、かかってきた電話がさ、あの、なんか、なんだろう。何にも名前でんかったら、なんかワン切りで切れたんだわ。で、あまりに気になってかけ直したら、またワン切りで切れたんだわ。そしたらさ、見たらさ、ブロックしてあってさ、多分、どっかなんか変な勧誘かなんかかけてきて、あれなんだね、すぐあれでブロック、じゃない、あれ何これ。あれ、お前は体制にブロックされたね。アホだなぁと思って、でさ、そこの電話かかってくるとこだから名前入れますがさ、山田さんとか佐藤さんとか萌子ちゃんとか、かな子ちゃんとか、みえ子ちゃんとかさ、うみ子ちゃんとかさ、うまう子ちゃんとか、まあいいけどさ、そこにブロックって入れとしちゃった。誰かわからんでか。笑ったわ。かけたらワン切りできて、何こいつかけてきてワン切りできるの、ちょっとあれじゃない、ちょっと態度得るじゃないみたいな思ったらさ、俺の方が態度得るだったね。何やれと思って。何なんだろうね。たまにかかってくる電話と取ったらさ、郵便局でございますけど、ゆうちょのアプリ利用してますかって、お前、僕そんなことで電話かけてくんだよと思って。俺にかかってくる電話なんかほとんどないからさ。いや、かかってくる電話ってなんか、あんて言うんだろう。あの、不幸がありそうなことだからさ、ドキドキするんだわさ。だわさ、じゃないけどさ。これ新問題だね。最初なんでノーノー並ぶんかなと思ったけどさ。たまには英語らしいこと言わなあかんねん。今日の所定は、でもあれだとな、あの、なんとあいつ、名前出てこんがや。これは誰言ったった方がいい？なんだ、あんた使っとるやつ、うまうじゃないあれ、ピストル持っとるやつ、二丁拳銃さん、違うな、あんた名前出てこ、お前もうダメだね、お前もうダメだね、命日忘れるし、名前も忘れるし、うん、でかどこでもいい電話取るし、逆に1位行けばよかったな、私見てなかった、今ちょっと二丁拳銃の話しとって、1位行けばよかったわ、あのあれゴールもだって、ソフィアがおるから、いか、あんなとこ行ってか、あんなとこ行ってか、逆だって、あんなとこ行ってか、あなた。しまったわ。しまった。ラック俺で俺が使ったる。うん。あれ、ラック使わんのか。あ、そうか。あ、ごめん、ラックの知恵忘れてた。ごめん、しまった。しまった、ラックの知恵忘れとった、しまった、あのクソ大仏忘れとった、しまった、クソ大仏忘れとったわ、しまった。しまった、お前本当にもうあれだな、忘れ。しまった。かといって、あの、減り方見ると、ちょっと思ったけど、使っといたらあれかなと思ったけど、しまったー。しまったよー。ここら辺かな？ここら辺かな？この、いつでもとどこでもさ、
しまった、うん、だからいらん電話出るんだ。そしてさ、そしたらさ、そういう電話があってさ、ちょっとあたふたしてさ、あんたテンパるとあれだもんね、なんかさ焦ってじゃないけどさ、ちょっとこの電話どっかなみたいな探しとったらさ、変なとこかけるんだわ。うん、ここら辺これぐらいでかけてさ、かけてっていうかさ、勝手にかかっとったんだよ。なんか俺が触ってたけど、俺、夏の時は俺っていうの触って、なんかその何、そのブロック電話を取ってもらって、ワンギリだとか言って、あなたがなんかあたふたしてた時にさ、探しとったらさ、変なとこ、変なとこが知っとる人だったから、かけてもらってさ、なんでこれ電話さ、プルルプルルなっとんかなと思ってさ、で、かかってきとるもんなってさ、俺さ、もしもし、服部ですけど、服部ですけど、言ってさ、向こうさ、あの、どこどこの誰ですけど、とか言ってさ、何かけてきたんかなと思ってさ、何をかけてきたんかなと思ったらさ、向こうもきょとんとしとったらさ、どこどこの何々ですけどって、いや私もあれなんですよ、誰にかけとるか分かってないですよ。声で何となくさせてて、多分あの人じゃないんかなみたいな。すいません、なんか間違えてかけちゃったみたいで、まあ適当に逃げといたけどさ、うん、なんだけど、まあそんなことはいい。あれは水いてリレーするね。まあ、ここら辺だもんね、うん、これも多分新問題じゃなかったかな。うん、まあそんなことがね、私いつもね、電話とかなんかやるときにね、あのあれなんですよ、ちょっとまたお腹痛いって言い出した、うん、今日漫画の更新日だったらあれじゃない、これ最初の問題というか、これ処刑の時にさ、こんな何ストレートな正直じゃなくて、私なんか日照りっぽい答えじゃないかなと思ってさ、ありがとうございました、ごめんちゃうよ、あれしくったわ、もう1か2枠3枠しくったわ、完全に見てないで、あんたはその電話かなんかのことやけど、ありがとうございました、ありがとうございました、ごめんちゃい、ありがとうございましたということで、ごめんちゃいの意味理解してもらえたかな、結構ミスっとんですけど、電話なんかさ触ってとかさ、連絡先とか見ようとするときさ、私絶対なんか機内モードかなんかにしてかけちゃうもん、なんか押しちゃうもんでさ、あの外しとんすよ、2回ぐらいなんか今週だとかかってきて登録してない電話があれだもんね、自分でブロックしたやつだもんね、多分どっかかかってきて、あれクレジットカードなんないか、なんか適当なやつだね、どうせ、うん、風おるから一応引いていったった方がいい、まあ、どれでも打てるよね、多分これいったった方があれでしょう、まあ別に逆属性でバレぐらいの体力が打てると思うけどな、オロロだ、オロロ先輩だったか、北海道のあのオロロとかあれ違う、まあいいや、そんなことは。アレスも補正なんだよね、あれで。魚丸ぐらいになっとるところ。なっとるってことって今疑問文で下にクエスチョンついとったよね。出し電話向いてない、やっぱり。だってかかってくるとこなんて、そんな緊急事態のあれしかないもん、大体。大体っていうか、そうだな、そんなしかないよな。取るとほんとろくでもないやつばっかで。見たことない電話絶対取らないと思うけど、ちょっと不安になるんだよね。誰々さんだったかなと思って。ああ、全然違った、全然違った、うっそーみたいな。うん、あいつよう仕事してるな、今日よう仕事しとんだわ、最初あのフォに持ってって思った、裏つかれてそれで思った、うん、回数攻撃はないか、あれ任しといていいんかな、ボディでいいかな、すっげえ不安だけど、火力的にせい、まあ、水に帰ると思う、帰るしかないでな、あれは。いや、だったら私1行ったんだけど、
いやだったら1行ったな。うん、1はいかん方があれじゃないか、火でカットできるから。うん、水風は食らうぞ。俺が言ったるわ。私先に行ったで水だでいいはずだろ、あれって。あれなんでだ、ちょっと待てよ。一応保険をかけとこう。あれ水、あれって風だよな。私で打てんかったってことか、火力がないで。2000いくつだで。あたもう育てなんかボケとって変えよう。なんかめちゃくちゃはめられとるわこれ。ちょっとちょっとちょっと、これもう打っといた方がよかったな。蘇生使わん方がいいです絶対に。うん、これも無理だな、無理だ。しくったな、あれを。まあいいだろうみたいに他っといていかんかったな。うん、完全しくったわこれ。ちょっと待てよ。完全しくった。うん、後ろ誰かあれかな、おる自信があるってことかな。ここにかけたってこと。もう一個いかなかんねな。聞けるぞ。いや裏をなんか知っとるかなと思ったけど。それより私がミスとるわ。これをミスとるわ完全に。最初のとこから放置プレイしすぎたわ相手を。完全に私がミスとるわこれ。ちゃんとあんた集中してやらなかよ本当に。で僕言っちゃい、ありがとうございました。完全しくっとる。二枠三枠落としくっとるわこれ。僕言っちゃい、ありがとうございました。僕言っちゃい、ありがとうございました。もう一回なんでもう一回って。ちょっとあれちゃんとあんた気合い入れてやれや。はい、わかりました。そんな電話がどうぞこうお前のことばっか命日を忘れてとか、忘れてばっかだお前は本当に。うん、実家の電話番号だけ不思議と覚えとるんだけどね。そんなもん覚えとらんでもいいよ別に。今日マジで本当もう 今気づいたわ。今まで気づかんかったわ。9月1日だったんだ昨日。お前あれだろ、新しい漫画あれだろ、更新したやつ見ながら前お昼かなんか食べとったんじゃないの。まあな、うん、どっち行くの。レフセーパーどれでもいいよ。ターゲットしてくれんともうあれだね、私しちゃうよ。うん、どっちでもいいよ私これ全部打てるでな。うん、昼子だけだ。うん、どっちあれかな、蘇生残るでこっちあれかな。
1は多分蘇生に関わる可能性少ないと思うから、2かそうだな。ソフィアは単純に体力的な問題がある。ペタだけで打てるとは思わん。うん、そっちの方がまだあれかな、1残した方がいいかなと思った。うん、で全体かかったんで分けといて、そうパレンケも最初いいかなみたいに使ってみたけど、やっぱ遅延ちょっと食らったりして、どんだけ防が何ポム特攻食らっても、まあ水置いといてあげた方がなんか無難かなって。うん、ストロードで出来上がったなやつちょっとだけとこ、ストローとちょっとだけとこ、向こう5番が行ってないでな、行かなか、絶対行かなか。あの全体連撃で飛ぶけどね、飛ぶけど、これあの姿勢としてあのやっとかんと、ヘビの後ろがあの水っていう可能性もわからんでな、まあその前にこれが落とせるかどうかって言われると非常に疑問だけどね。に行くけど、水風6、際どい、まあ押すだけ押しとこう、どっちでも。仕事するなあいつだ。いい仕事してくだ。全体欲しいで、私が使った方が多分いいんじゃないか。うん、全体すごい押してほしいですけど、すっごい全体押してほしいけどね、これ死ぬほど押してほしい。うん、もういいわ。はばきがな、うん、そうだね。うん、まあ無理だれだこれは。4人で行ってもこれだったらもうあのあれだな、うん、押さん方がいい。3番を3人で行けばいいけど、これ2人しか行ってない、多分無理だり、あのウーマ使ったら届かんで、3人で行かなか、2人じゃ多分届かん、3人絶対3人使わなか。うん、これだとダメ、ウーマにあの防がれちゃう。1100戦だから3人じゃないとダメ、ソーシャルインは。そう、でここで行くと遅いっていうふうになっちゃうんだな。ありがとうございましたということで、そうするとあの気まずい雰囲気になるんだよな、よく始まっとるから。うん、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張った。もう一回。ありがとうございました。まあでも、俺も本当にやっぱタゲとかあれば大事だわ。素直に。あんで何ちゃんと真面目にやりだした。デッキの話じゃないけど。で、結局なんか最初からずっとこれコーランした。3を変えたりしただけ。最初、3を、ポニーで行ったら、こっちは遅延食らわなかったんだけど、向こうに遅延を与えたんかな。うん。私がまあ行った方がいいで。これでも、デンでも打てるんだけどね。
そうだね、日に変えてもいいよ別に、うん、あ、それ賢い、熊野さんが言ったの見てあれだったら賢い、これは6000はさすがに、あれはあれはす、あれはすごいな、あれはって他のがすごくないとかそういう問題じゃなくて、ヒーヒーヒー、どれが行きにくい、私がこれ言ったのかだったらこっちの方があれでしょ、多分あれはもう水に帰るもんな、帰るしかないですよ、ガリソルだね、私の相手でもあれか、ガリソで、ね、あのあえてエゾなんて気はいいよね、確か私が言った方が良かった、そう、気分かったと思う、うん、で、何や、ナンバーショットですか、あの人は、うん、これも新問題だね、うん、ちょっと待てよ、あれ今のどういうことだったんで、こうか、こうだね、そうだね、1個どっちかだね、4でも5でもどっちでもいいね、遅延食らったのこれあれだよ、2発目だよな、そう、どっちか一発であれだな、パレンケです、パレンケとあれで耐えるでな、っていうかパレンケとあのあれで水だけで多分これほとんど耐えちゃう、うん、風一円ちょうどあれか、落としたところ、私はこれが火があれだから、どっちがあれかな、ここ落としたいんだな、打てると思う？二人でいけるかな？60%入って、私の生存補正がちょっと読めかといって、トナでいけたって言われると疑問だけど、あ、いけた、412なら余裕でいけたんだ、さすが先生、ちょっとあなた今まであの判断あれだぞ、これはもう諦め、うん、まあ一応いくけど、うん、あれ何がかかっとった、今日のねやつだとね、私の 35% それから 50% で、あのコーラの96で25だから25万、前回の補正の時の 30% 牛タスかと一緒ぐらい、ただこれ問題なのさ、こいつさ十何万とかなんか、例えばこれ今の私のって25ですが、全体でまあどっちにしろ行くしかないね、なんだけどさ、あの1個これ60かかるとさ、あの幅かかると30何万とか言って、2個かかると40万とか言って、カット率が98とかそんなもぐらいはいっちゃうから、お互いが喧嘩するあれなんだよな、私後ろはいいわ、うん、全体あるで、コーラの全体で多分気はいいと思う、あれだけじゃあれだけど他の合わせると多分気はくねえが、半分ぐらい残っとるが、嘘ばっかり言っとるが、ここはカット入ってないときついだろうな、あ、先押しだけどな、あれは本当は、ちょっと待って、うん、ここはちょっときついな、4人5人おると、幽霊の一発で1200は十分やっぱでかいわな、ショッカーとショッカー2つでいく、2つ勝負する、うん、
うん、2つで勝負した俺。あ、押し直してくれた。この私あの2発使えるでいいんですよ。うん。うん。こっちの方があのやりやすい。使っちゃっても別にいいから。うん。ありがとうございました。ということで。ダメージとかあんた先押しとか覚えなかいよ、あんた、ほんとに。うん。先生におんぶり抱っこじゃない?ありがとうございました。ということで。ありがとうございました。もう一回。よし。ありがとうございました。ということで。ちょっと待ってください。ちょっと厚だできた。ちょっとタイムで。ちょっとタイム。本当でもさ、声遠いね。物忘れとか本当あれだね。あんたみたいな話、おっちょこちょいだよね。うん、分かっとる。そんなことしかできることないの。うん。大したことないよ。何どっかの政治家となんかあの会談したとかなんかそういう話とかなんかあれだろ。どっかのお店行ったとか。そういう話は全くないで、うん、これでも俺思ったんだ。俺って何急に俺って何なそんな生意気なの。まあゆるの話後でしよっか。難しいよな設定な。善とか含めてな。強すぎたら強すぎたであれだし、弱すぎたら弱すぎたであれだし、あのさっきの疲弊は分かったら、一番体力高いとこ行こうか。今回は逆、さっきの分かったよな、あれな。なあ。高体力を引かして。今日オロロあれ行けるでいいね。ナンバーショットですか、あれ。お、これちょっとおかげでいたのこれ。帰るで、うん、まあ、私後ろ水だから火変えてもいいんだけど実はちょっとナンバーショットですか。なんか水風みたいな展開だねこれ。メンバーがでもその割に赤うどんおるじゃん。マリ水うどんにしといてよ。うん、蘇生絡むことを考えるとここら辺まで飛ばしたいってやつだな。私さっき言ったとこあれかな。5000円の1点に6000円ちょっととか。相手が水だってよかったんだけどな。さすがにこれは無理かな。あそこまで届けや。うん、あっちほじくって誰か風あるか。蘇生そうだな、そうだな。落ちたかったですな、あれはな。風蘇生があるで、うん、今日ああいうのも考えて全くやってないですけどさ、コーラの耐久があまりにも2、3回は行かれたよ。行かれたけど、さすがにこれはあれだな、うん、50%かかったってあれだな、うん、歌舞伎のあの目があれだな。使っといたらもうあれだね、これ多分絶対耐えて。あ、最終だよな。うん。ほんで、これがあれなんだろう。そうだね。蘇生絡んで、でもあれだな。2回絡んで、あいつ落としたよな。ハワケ一発で蘇生させ。あー、あかんな。
あ、落とせた落とせた。オッケー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 。ほんで、はばき行こう。はばきじゃなくてあっち行こう。あー、そうか。いいか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 。動いてないでビクッとしたんだろ、あんた。あんた本当に大変でも、なんかあれじゃない、なんかさっきから。あれ倒してないか、あんた。うん、これだな、絶対。私先行ったら、あれ落としたらいいんだけど。うん。ほんでこれいけるね。うん。ほいっと。ちょっと待って。お手洗い行きたい、この味じゃ。うん、ちょっとね。物忘れ激しいし、なんか下の方近いし、なんかおったおじいちゃんじゃないの？そんなことないって。ありがとうございます。おじいちゃんそこにおるもん。いや、あれだろう。あの、写真だったろう。おるおる、わしの孫は今日、命日を忘れおっとるのって。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一回。頑張って。ありがとうございました。あの、あれだよ。ピンボギした写真でニコニコしてこっち見とるよ。わしの命日を忘れてあなたは何をやっとるかのって。味噌汁飲んで漫画読んどった。漫画というか、あの、更新、今日更新の。1話なんだけど、10分くらいかけて1ページじっくり、じっくりでさ。うん、1話。なんだ、たページ数によって多分10ページぐらいしかない。1ページでご飯なんかもう一口二口とかそんなもんぐらい。なんかいや、早く読んじゃうと、読み終わっちゃうともう読むなくなるとさ、なんか食べるの寂しくなるか。今日でも初手この出んだよね。オロロで唯一倒せんぼだ。またあのあれだな。まあこっちといたろか、一応。これも新モーニャだね。新モーニャだね。メイコちゃんあれだな、本当に巧みにはめようとしてくるな。さっきのでも本当あれだったな、カレーだったもんな。難しいんだよねこれな。あの電用にするともう一個の電が打てんし、あっちの電にするとあれが打てんし、風の方が行きにくいね。うん。いいねで打てるもんな。いいねが打てんとは偉いこったけどね。うん。もう売っとこう。もらうだけもらっとこう。唯一私から火力あるのは私らあれだもんな。あの、ニュー軍団だの。他水で当たり悪いもんね。あれが吸えたらラッキーってとこだな。ただあの、2回攻撃あるだかんな。あれが。英語物語ってなんかサメ関係のなんかあれ力入れとんの？今回のあれも。なんか同じ系統あれって。火力はない？私が守る？ここ届きたいけど。これも新問題だよね。火力的にきついな。うん。次あれだな、サメアタックが飛んでくるもんね。サメ歌舞伎が飛んでくるもんね。飛び込んか。50だったら私がこれ、そうか、こっちの方がいいか。うまーく遅延あれだね。
これ前回の時確か伊肌とかあの風に遅延を使った覚えあるんですよ。これでここ全体飛んでくるだけなんだな。うん。打てんかなそろそろ。クレコは縦入っとるあれだけど、ハバキ縦入ハバキじゃねえよあいつ。ハバ前もう名前全然あれだが。シーサマ縦入ってないもんな。こんでどっちにしろ蘇生があるんで。ああまあでもここら辺行くしかないんだな。風に対してあれだけど、うん、さっきとあれだな、同じパターンの先生押し直してくれてあれだな、やりやすいんだよ。蘇生含めてもあるから重複してかけた方が得、どっちみち2回だれな、うん、あうん、どっちにしろここあれなんだな、こっち行かなあ、そうかこっち行かなかんだな。いいわ、私どっちにしろあの耐えるは耐えるから倒れることはないから、ただ蘇生がおったりすると使わせちゃう可能性があるってところだな。半分の 60% あれが入ってきとるかもな。ほーらぞあれか、2つあれなんだな、まあ出し越しとか、うん、いいよ。一度後ろがってとこだな。うん。いや。ほんで私行ったるわ。蘇生ないでいいんで。うん。火力的に生き残っとるでなんとかならん、2800だったら。サンタちょっと火力多いから、私がどっちにしろ行くしかねえでな、これは。うん。そう、まあ、まあ、まあ、あれだったら、ドライバーしたところで。あの、展開で遅延は読めんかったな。カウントであれだね、間に合うだろうなと思ったけどさ。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ろう。ありがとうございました。あれは思った。ありがとうございました。私も思ったわ、あれ。押し直してくれるんだったら押した方がどっちみちの蘇生あるし、うん、ワンチャンみたいだな思ったけど、あの展開読めんな。ちょっと体勢らしくなってきた、エンジンかかってきた。それはまあ2日になるまで、昨日が1日ってずっと覚えてないんだよな。おじいさん泣いとんじゃない。いや今なんかピンボケした写真でニコニコ笑ってる、こっち見て、おろおろって。ここでずっと俺のあの悪行を眺めとるで。まあどれでも、レイフどっち行くだったらここら辺とく、どれでもいいけど、間違えてオーバーループを押そうとしたら、でも見えこしゃのあれはそうだな、難しい。これでも一枠の見えこしゃあれだね、使いこなしたらプロになれるよね。なりたいと。そんなわけじゃないけど、風があれだから火の方が行きやすいかな、かな。ちょっと立ち回る、お眠りしちゃった。ああいう不安になるよね。素でちょっと忘れる時はある。ほんと真剣に、うん、22だから
This lesson complained that the company fired blah 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 for no reason. Herself. 私でもここら辺ポンって言っちゃった方がいいんじゃないの。2つ使ったらこれじゃない。あれだよ、あそこで一発飛ぶよ。あ、風があるじゃん、でいいか。あそこが2発あるで。完全余分すぎだったね。どう見ても。出し打てる？これ。3、4、5出さなかんなで、一番あんた火力ないとこはあんた、一番体力多いとこじゃねえ。だんだん遅延あれだ、あいつら。そう？何これ。親の敵みたいになんかあれだね。一番キーパーなとこあれだ、火ポコってやられたら、あんたが漏らしたやつだぞ。1がかかる誰か。オオカミの人、なんでこんな急に遅延あふれたの？ 51 分。まあでも全属性は狙い撃ちは難しい。私は風かなと思うんですよ。遅延やめたのはまあ後で喋るや。対戦集中しや。さっきから全然集中しないで。ナンバーショットですか、あの人。ちょっと待った。ナンバーショットですか、あの人。ちょっと押したろ。ダメなことどうしたろ。カット50じゃダメだな。ただ間何も。攻撃台で耐えれそうだけどねえ、そう思った、そう思ったわ。ほんで読みつくを倒さなかんのか、うん、50% で1万5000だったらまああれだろ、これも確か新問題だよ。1号か、さすがにあれだったか。よし、耐えれるか。幽霊来とるな。さすがに来るな、来るな、さすがに来るな。先押されとるな。さすがにダメだな、やっぱこの体力じゃな。ビヨンとかだとワンチャン、ビヨンとかだとそうだな、うん。ありがとうございました。ということで、なんでこんななんか遅延あるの。52分でございますということで、ありがとうございました。ありがとうございました。またね、もう一回ありがとうございました。また明日じゃないよ。ありがとうございます先生。また明日じゃないよ。まだまだ行くよ。まだまだ行くでございますよ。もうベンツ大体あれだな、変わってこんだ。まあでもこれ耐久し、まあ最後に喋りや。対戦だけあのしっかりやれや。しっかりやってないよね、全然最初からなんか。なんかポンコツみたいなミスばっかしとるな、あんた。そのくせなんかあれだね、うんちくたれとるもんね。それあれだわ、命日も忘れるわ。ひどいやつだな、本当に。これだけどさ、うん、レイフも全部打てるしな、みんな打てるから、全員ターゲット。私だけだろな、水のあれが怪しいっていうのが。ここは逆に風いってあげた方がいいんだ。いいな、
一応ご一緒念のために。ハートだでいいと思ったけどさ、5900あれ火力だで、さすがにカルタロの壁もないし、意外になんか行ったな、ペチペチ。うん、で、こうか。Over the last week, members of Grayson's warehouse crew blah 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 huge backlog of orders for Christmas gifts. Have been processing. Will be processed. Have been processing. Are processed. 本当でも今日こいつハバっとるね、砂漠。だからフォニーやめたんですよ。最初、初戦か。まあ一緒だけど。自チームにおったでなんとか助かったんかな。あ、これちょっと使ったらダメだなと思って。まあ、本に使っといて、ちょっとなんか一段稼いで蘇生も入れて、そんでコーラやればいいんじゃないみたいな。あ、これ甘えとったなと思って。で、次パレンケ使ったんかな。そしたらあいつが出てきた。あれ、ペパられたなんて。え、ま、だったらもう諦めて全然コン使うしかねえなと思って。味方の安全のために。うん。何この、スーパー展開は。今日多分さ、みかん私遭遇したの初めてじゃねえか。ビッセルが多くてコスト的な問題だろうな。サリちゃんが少ない、剣心がそこそこみたいな。何気だけどこれペタ君もあれなんだよ、残数的に言うと。実はでかかったな、今のな。ここはもう逃げれんな、みんな。全員行った方があれだろ、これ。うん。はばきがかかるけど、風2回かかるから、C3 あれだし、エンパのあれもでかいし、ビッセルも2回だし、これでもコーラ本当あれなんですよ、思ったけどさ、何段だけしかね、何あれ、え、ちょっと待った、ちょっと待って、何番ショットですかあれ。ちょっと待って、何だったあれ、何今のだんだん誰だと、カント履いてないよなあれ、継続してないもんな、固めた前の横跳びだよね。でこれコーラのさ、思ったんだけどさ、そのハバキがなんか 60% で、なんかあの、ダメージじゃないけど、耐久が増えてくっていうのはさ、まあ、使っといて、風はいいけど、ここら辺、まあ、どっちにしろでも体力的にはこうか、コストがさ、重くなればなるほど、当たり前だけど、つくよみでできて 50% カットあるし、はばきなんかもうどこによっても使われる存在高いですが、使われる存在高いってすっごいおかしい日本語だよね。あなたの日本語いつもおかしいで大丈夫だよ。そんなかしこまらんでも。うん、そう思っとる。私迎えなんか、なんかな。なんかの取引かなんかあれの時に、日本語がおかしいって真剣に言われたことある。日本人じゃないみたいに言われたことあるよ。中国かどっか。すっごい道聞かれた。え、そっか。中国ってさ、中国語ってさ、早いっすが。早い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 。お前、今、世界的に回したぞ。いや、最初そう思ったんですよ。何これ、何言っとるか分からんけど、俺って怒られとんのみたいなさ、全然違うんだよな、あれってね。その元々の口調でさ、日本語ってどっちかってスローじゃないです。喋り方的に、滑舌的に言うと。滑舌あんた悪いで大丈夫よ。でそしたらさ、後から聞いたとか知ったらさ、私になんか道を聞いてきたみたいですよ。ありがとうございます。香港かとか、広東かなんかあったかな。やたらだから、ただもう私なんか向こうの方の顔みたいなのなんか、わからんけど。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張った。もう一回。よし、ありがとうございました。うん。そういう顔なんかな。本当メンバーあれだな、変わらなくなりだな。
で、何の話しとった？そんなお前がなんか道聞かれてどうか、あの香港かなんか中国かなんか知らんけど、確かに日本、でも日本っぽい顔じゃないかな。アメリカではない、それアメリカじゃないだろ、お前どう考えたってそんな片言で慣れてる、お前そんな、うん、あ、こうだね。難しいんだよな、今日の人ってな、ほんとな。オロロだったか、オロロ先輩、二丁拳銃先輩、これだとあの、なんだろう、アマテか、あれがあかんだよな。スクヨミは96とかぐらいだったかな。タジバで行ってもらった方がってやつ。あ、ペタ君はいいか。風にしたったらあれかな。教祖様でニューって気悪くねえかな。田島2発あるだれ、田島2発はでも完全安定じゃないよ。ひょっとしたら今首しただろう、うん、あ、でしょう。ひょっとしたら今言おうとしたらあれだな、確定じゃないでね、あれは。うん、これ一個戻せんっていう可能性ある。田島ではいかんだよね、これソーセージじゃないから。ニューをしっかり落とさなあかんだよね、ここは。水そ、うん、ガッサとかで、あの、田島落としてソーセージを使わしたっていう、あ、なんていうんだ、振りはあかんだよね。よかったな、あれソーセージじゃなくて。まあ、打てるでいいけど。本当はでもあれなんだね。本当はタゲ的にはクレコとかかな。ニューでももうあれだね、固まっとるよな、あれ。35-35だよね。ちょっとお腹痛いてきたでしょ。うん。グーって言いそうだと思う。ギューって言っとる、ギューって言っとる。何あの遅延。何あの遅延。なんで水だけかかるんだ、ふざけんな。私があれだな、使う方がいいな。遅延あるか、これを全部絶対落とさなあかんねんな。水誰か一人ぐらい欲しかったな。ウーマンも落とせんかったか。うーん、もうしゃあないよな。すごいかかり方だけど、ここ落として、あ、1時2分もう終わりだ。でも全属性これすごいメンツだね。風はやりたいし、バッシュで全体かけたいし、水を全体かけたいし、短縮したいし、あなたはなんか変なとこに風たらおるし、ここは耐えるけどってやつだな。風蘇生のちびち引っかかるんか。あれ、幽霊で撃てるでな。うん、お腹減ってきた。僕はもうあれだな、完全勝利が見えるで撃つわな。生地倒してあれだもんね、蘇生させてなかったっていうのあるで。そうは問屋が下ろさんぜよ。まああれだな、あいつタゲや終わるもんね。ちょっと長いできたね。下もあれですよ、模様してきたでしょ。おじいちゃんだね、本当に。あれ、向こうあれや、わざとあの行動して当たられちゃね、完全勝利とかそんなことないな。ありがとうございましたということで。そういう技もあるね。三人体制になるとよくそういう技が増えるので、あの色気出てくるもんで、ね、ご投資出すとあれだもんね。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張った。おやす。また明日。もう一回。ありがとうございました。ということで。あ、落ちちゃった。
ということで、こんな感じでございましたということで、まあ今日はちょっとこれぐらいで勘弁していただくということで、なんか結局無難なところで落ち着けやがったで、うん、ということで、こんなんしかやってないんですけど、うんと上から行こうかって組んだだけだよ。今本当腹ギューって言った、ギューって言ってる、ギューって言ってる。いや、もえこちゃんがそうやって言うでさ。まあいいや、お前もう頭お花畑だけやで、うん、可愛いもんだってしょうがない、まあ、そんなことは言うとしてそんなことはあのあれだね、あの聞いてないもんね、うん、そう思っとる、うん、前回こんな感じの確かデッキがさ、あのちょっと違うけどさ、まあ要は何、1と2普通に火力っていうか落として、で3でガッサで全属性ってあれですか、水に逃げがちっていうか、水あの遅延ありますが当たり前だけど、火と風が、ね、水素性さして風を遅延して、まあ、風がやっぱあのメインになりますわ、ハバピ含めて使用率高いところ、ヤットもそうだし、シレーナもそうだし、クレコもそうだし、まあ、大体風、水がかかるのってあれだね、モズルとかあの辺りだよね。で最後はまああの何、水も遅延されやすい、風は特に遅延されやすい、ね、火で蘇生すれば、みたいな風で前回の確か全属性いつだったか忘れたけどは、似たようなコスト、もうちょい高かったと思う。200後半ぐらいなかったかな。は、そこそこ言ったような覚えがあったんだけど、その時はコーラがいませんでした。ということで作ってちょっとあの修正した方がいいかなって。うん。それを思った。うん。これだと有利取れるとこが3で蘇生引っかかるかどうかだもんね。要はガッサ蘇生を、自分で使う全属性のやつを使わせず、遅延させても蘇生させて、ワンチャン後ろ方が出てくる水とかのやつを蘇生させれたらラッキーなんかな、みたいなとこだもんね。4は確かにさ、風2で止まりやすいになるけどさ、コーラ使ってるの分かるんですけどさ、今日のコストだとあの、あれは見んかったね。あの、ギュータソは。ギュータソ見たかな？見てない。ほぼ見てないと思う。風太郎使用率少ないかな、私とそんなもんぐらいだったかな。普通に行けあれだよね、どっかのあのワンワンのやついますか、あの水の3ターンのやつ、3カウントかあれが出てくるかっていうわけで、水遅延そんな多いわけじゃないんだよね、コーラそこまで多くないよ、うん、全体かけや飛ぶっていうあれかな、30% コーラが15だったか確かぐらいだった覚え、あの補正なしで当然、うん、でまあそのコーラはいいとしてもさ、その時コーラいなかったから、これちょっと通用しんのじゃねえかなと思って、なんかだって今日あの馬を光ったでしょ、でオロロがオロロだよね、あなた Hey you オロロセット先輩だね、ほんと名前覚えやよあんた、そんな好きな子の名前だけ覚えておかんと、今あれオロロセット先輩怒ってる、私のことは好きじゃないのって、まあ、そんなことはいいわということで、うん、でちょっとこれなんかダメじゃないかなと思って、馬をちょっと引っかかった時あったね、あんたね、さっきなんかどっかで引っかかっとらなかった、うん、思ったよりでも最後馬をとオロロ初手ばっかで最後あんま知れなかったね、だって最後火と目は良くない、あウーマンとコーラとメアなんか試合終了みたいなこと、そんなことはない、トジョリも一緒に止まるでしょう、全属性なので、だからバッカスが多いんかな、まあ、あれだね、ビッセルかかるもんね、まあ、でも最後水そうだな、チームくらいにくいやな、風がなきゃあれだね、うん、あのウーマン飛ばせるしね、だけどコーラの耐久やっぱ違いすぎて、多分そうん、4枠を捨ててそのメリットが取れるかどうなんかな、まあ、取れるんじゃねえかなと思って、あの風変するあれでもそうですが、あのゼネコンでも風変してそのターン犠牲じゃないけどガリスがおったりしても強制的に風変してっていいね、まあ、あの確定取れるのにしてって次のゼネコンでどんだけ耐えるか、それで元が取れるかどうかってことね、ゼネコンの耐久はちょっと違うか、三枠の耐久はちょっとあれだね、価値が減ったというかあの下がってくるよね、まあ、あれだね、歌舞伎のおかげだよね、うん、まあ、そんな方がいいとして、これ全くやってない。なんか通用する気がしんかった。どう考えても。蘇生して風止めれば終わりじゃないもんね。だってもう、風太郎とか使われたら、4の遅延は効かんもん。まあでも、ハバキとか止めたいな、素直にな。やっぱ。5のコーラと止めんとダメだ。5のコーラは逆に諦めるっていう手もあるわね。もう継続されたやつは。
25はさすがにきついね、うん、だって前のあれだもんね、牛タンコーラと一緒だもんね。で何遍もじゃないけど途中でも言いましたけどさ、コストが重くなればなるほど後ろであの葉巻とかあの机を見てくるとあれ変なもん出してた。土曜日2日だよ、昨日は月曜日、なんだ命日1日か忘れてました。坊さんどうしたんだろうね。あれ鳩さんち誰も誰も、いや絶対おるよ絶対おるよ、俺だけじゃないもん、うん、多分おると思う、追ってくれたって信じとる、うんうん、あれ今日とうとうお布施のお金も払いにくなったから、ね、そんな数千円払ったるわって、本当にお前払っとんの大丈夫、うん、払えって言っとるんじゃないのお前が。まあそんなことはいいわ、私の家の事情は、うん、なことはいいとして、うん、どこまで言っとった、オロロの何言ってた、コーラのこと言ってた、そうコーラ本当途中で思ったんですよ、飛ばされたのが2回か3回、あの殺意あるやつ、なんたコスト重くてさ、なんたあの100ぐらいコストのやつ、水で体力あって、私使わんよりこれ全部倉庫入れちゃったんですよ、邪魔くさんたで、そいつもその中に入っとる、死生獣かなんかの方のやつらでさ、火を 150% ぐらい 2.5 倍ぐらいするやついましたが、あそこら辺とビッセル水全体となんかごちゃごちゃかかってないかな、うん、25以上出したんだろうなあれ、それともう1回とかぐらいじゃないかな、こうん、牛タンコーラだけだとちょっとあれだろうな、全属性はあのあれだろうな、ビッセルマスコさんっていうなんていうの意味不明な、もう絶対許さんっていう、うん、耐久許さんみたいな構成があるから、あれはもうあれだな、9周年とかマゴちゃんとかそこら辺ダメだもんね、ウーマンとか全部投げ倒してくで、全体プラス連撃だであかんわな、12回攻撃してくるな、うん、ちょっと本当に下模様してきたんだけど、まあ、我慢しよう、漏らしても分からんもんね皆さんには。でもあれだね、これ喋った時にジャーって言ってたらもういいわ普通に喋りゃ、うん、でまあこれやってませんってことで、これ似てやの考え方、前回の時とある違う構成とかじゃないけど、私はこれ使っとった、片や田島だった、そっちの方そんなにあれだったから多分田島じゃない方がいいんかなと思ったら作るだけ作って、だからこのペパーをライオンにして下げて2枠に逆にあいつジェンヌだったかジャンヌだったか使った方がいいんじゃねえかなと思ったけど、やってないです。コーラ使った方がいいんじゃないかなと思った、どう考えても。これも似たようなやつ、これもやってないです。考え方は一緒、やっぱり1、2火力かなんかでいって、火力かなんかとか火力とか落としてって、3枠で蘇生させて水蘇生させて、うん、遅延は気にせずに、遅延食らったらまあいいよ別にそれは、で、うん、風止めてで非蘇生みたいな考え方、うん、知恵の可能性少ないだろうみたいな。水知恵もそんな多くなかったよ、風の方がやっぱ多かったかな、風とシーサマか、途中から溢れてきたね、殺意だらけだ、三幕のあのあなたの大好きな、ね、あの大仏様容器おったね、うん、歌舞伎からフォニーから全属性のあの密縁から許さんみたいな感じだったので、うん、でこれも考えたけどやってない、四祖生が絶対美味しいと思うんだよな、名前言わない坊先生を、違う坊先生だよ、どの坊先生、うん、こんな感じの構成でしたけど、やっぱ全然ゴン使うよなと思って、落としたいで何遍も押し直しとったで、まあ多分後ろあれだろうな、祖生だ、全体じゃないと思った、初見で見た時に、うん、案の定風蘇生だったね、アッコちゃんだった、あじゃあもう次全体だろうなと、そしたら剣心だった、あれサリーちゃんじゃないのと、コスト余ったでいいんじゃないのと思ったけど、知恵の可能性考えたんだね、多分水より火の方が食らいにくいっていう判断なのでそう思うわ、あでもオロロでもあれか、初手率が高いか、アマテ以外はねあれだもんね、格差じゃないけど、つくよみが勝負できるから、使った方があれだろうなと思った、うん、このゲームって多分あんま初手耐えるより落としていく方のが私いいかなと思うんですけど、耐えて今自分で一人残ってなり、全体連撃とかかけて倒せると保証代もね、味方が全体とかかけてくれて自分が連撃とかするんだなと、一人だけ耐えてもこれクレコ置いたからって全部投げ倒してくるわけじゃないもんね、今って耐久的にきついじゃん、どう考えたって蘇生させて結局みんなの力でなんか殴ってかんとさ、うん、って思う、なんかでこれもやってないです。
コーラが出てからちょっとこの手のはさ、コーラなかったら絶対やるわ、絶対こう組むわ、ゼネコン使ってなんかあげていくわ。この場合だとあのニューより勝てたらのがいいかなと思う。火の裏食らうのもあるか。ニューのメリットはあれなんだよね、あの3枠でカバーが被った時に温存してもあのカット率が残るっていうのがいいよね。カズタロのやつはもう何そこのターンでカット率残らんもんで、なんていうんだろう、焦って使わなあかんってことあるよね。多少ちょっとなんていうんだろう、オーバーじゃないけどさ、これ2つもあれだよなっていう時でもさ、もう次切れちゃうとさ耐久的に、うん、だってここら辺のカバーをほじくった後で出てくるので蘇生か全体だもんね、確率的に言うと。遅延率もあるけど、まあ蘇生か全体なのは継続カバーじゃない限りは、うん、そう考えるとそんなに残しても味方の残数がおるんだったら無理めに使ってそこを守った方がなんか勝ちに近いかなっていう時もあるようなないようなみたいな、どっちやねんということで、うん、でやってないです。それぐらいコーラの耐久が強いよなと思って、補正なくなっても、うん、まあ、初手アマテじゃないかなと思って、やっぱりオロロで倒せんし、これはもう完全確定だで、あれがおらんとかはね、スワコとかあなたもお気に入りのあたりがいないと、あたりじゃなくてスワコなんだけど、レイフ先輩もちょこちょこおったな。まあでも全属性読みにくいわな。ただこの構成であんまり初手逆に耐えん方がいいかなと思って、どっちなんだろう、うん、であとこれ水風じゃないで、これもやってないですけどさ、ポジとあの風太郎がなんかあんま対応しんのじゃねえかなと思って、ニューかけたからって耐久的に計算してみるとそんなすごくないもんね。90% 確かに10倍だけど、風の3万4千か。水だけだもんね。で、そこに 50% カット入るか。これだけではな。色が他にもあるから、火もあるし、うん。クレコでだって全く無視して打ったりできるわけだから、蛇とかそれ引っかかれててもそんな分かっとったらあれだもんな。作業シーンもな。全員水とかだったら別だけど、それでもそんなすごい耐久じゃねえね。3万いくつだったら。うん、まあ逆属性で風の3枚くさで高いって言えば高いけど、4枠が出てくる耐久値としては高い部類じゃないもんね、これ 50% 含めてでもね、うん、まあ計算で使うのがないでと思ったで、ね、ただ全然ここに変えたのかな。まあ普通にあのかばったら終わりじゃないかなと思って、歌舞伎見とっても意外と意外ととか、だいぶだいぶ遅延とか食らったりって食らったり食らったりっていう影響あるから、うん、田島でもそうだし、火力系が3枠意外に使いにくいので、火が入ったらもう2ターンで使えんでアウトだもんね。だってあのあれやに、ね、水エンパとかおったんだに、うん、フリーを取ってでも、うん、パレでもそうだもんな、1カウント食らうから、まあ無難に行けば水だよな、どう考えたって知恵の可能性は。ただポムとか本当にあの餌食になるわね、風とかのね。遅延がいない時のあのパレンケとかに本当に不利取るというか、田島の生き残りとかああいうのは絶対残してかよね、うん、いなくもね、うん、でまあこれも考えてやってませんと、うん、まあこんなんも一緒だよね。3の火星はあれだな、ガスタのカウント2でも遅延食らう可能性あるから、まあ、作っただけ、うん、こんなんもだったら俺もビッセルにして素直に後ろ65とか置いてもいいわね。それで勝負しに行っても、バッカスとかで。さあ今日それで飛ぶコーラじゃないもんでさ、水全体かけたからそういうレベルじゃないもんでさ、この人全体連撃プラスなんかパーセンアップとかないとさ、 30% コーラならいいけど、そんなもんで耐久上げたんですよ。35、50、これで25万ぐらい、うん、でこれ幅き1個とかかかってたりすると 98.何% とかかかってて、30万40万とかってもうあれだもん。後半のコーラってあれなんですよ、例えばなんだろう 30% 牛タソかかったほとんど見てない、今日まあコスト重いだろうね。コーラで15万とかにしてもそれ 60% とかかかってて、そこからその 60% は私計算しないで覚えてない、計算しないからだね。日本語もおかしいね、本当にね、うん、分かっとるそんなことは、うん、日本人じゃないもんね、だから道聞かれるんだね、うん、あれもうやっぱコーラ使った方が悪いなんかなって、それがまあユルの話につながる、まあ、これ完全ギャグだね、うん、前回も思った、前回はこの人いなかった、うん、だって全属性の3枠で水に変えてくる率高いですから、だったらこれ水あの 70% カットしてそれ残してガッサリ蘇生させて全体かけたらヤッホーじゃないのみたいな、でちょっとその2枠のとこは火力で落としといたれみたいな、やってないです。そんな世の中うまくいってない、3枠割とごちゃごちゃしとる、うん。
主役はバラバラでね、水が遅延食らわんからストレートに水使ってくっておれば、いや水が不利だから風の方がいい、パレンケの方がいいと考えばあれば、水が当然使う率かごめんなさい引っかかるからポディっていうのもあるし、うん、一概になんかうまーくみんながみんな水貸してくれてかばえて残してっていうわけじゃないね。うん、この前は落ちたいからな、変にかばわれても蘇生にうまくつなげたいし、か本当にでも今日はやっぱそう思う、全体かけてなかった4枠のところは通過できるけど、早くコーラ出しちゃうとそこで止まるから、うん、今日コーラ率めちゃくちゃ高くないと思う、補正なくなったでかね、やっぱ。でもこいつだけほんと一桁違うに、だって30パーかけて10万とかいくんだよ普通に。吸収線とかそんなないよ、90何パーで90パーで初戦10倍、初戦って言ったらあれだけど10倍だもんね。そのあたりでもね、ウーマーってそうだもんね、含めていったって。だって体力設定的に言うとこれ電以外になって6000いくつとか最高じゃん、6800ぐらいじゃないですか、10分あたりで6万8000だもんね、属性とかとりあえず無視しても。だこいつ一人だけ行かれてるよな本当に。うん、それがなんかユルの設定とかの話じゃないけど、また後でということで、ま、ずやっぱいつも考えるんだわ、3枠なんかパレンケ以外とかでなんかスキルか発動できる可能性とか蘇生とか含めてなんか体力高いやついつもこいつ出てくるんだけど、所詮50% だ、1万5000だもんね。で見とるとやっぱ風遅延そこそこあれだから、これカウント1打で蘇生させてもらって 50% カットでそんな強くないでな、4枠のとこ止めんかったらもう全体飛ばされるゾーンなんでね、あそこは完全にノリノリだもんね、油乗っとるもんね、なんか魚みたいだもんね、うん、今年知っとんのお前魚かけんだろう感じ、うん、うん、かけ魚しかかけそんなこと言われて、これこのワンワンを使ってこれじゃないかなって、こんなこれこれも組んでやってない、うん、遅延とか考えるとあれかなと思って、ワンワンだとこれ落ちなあかんなんですよね、下手に耐え上がるとあかんで、風太郎のがほんとやりやすい、ただくさに一回やってもいい、まあ、さっきの遅延はあれはイレギュラーだけど、うん、使いやすさは遅延を気にせんっていうのの強さはある、すごい、うん、ニューをで、もう一個メリット。ニューが二枠で使える。うん。二枠で風太郎を使っちゃうとあれだもんね。うん。だからこの場合で言うと、これ二枠、ニューのがいいと思う。だったら四枠風太郎でいいっていうふうになっちゃうもんね、結局。50% と65違うけど、もう20万とかあるんだったらそんなに、そんなちびらんでもさ、安定した発動とか考えた方が、それから何、かばってしまっても、使えるとかもう一回使えるとかっていうその安定性を選んだ方が多分あれだりいいと思う、うん、総合で右ラフになった、うん、どうしても3枠やっぱり耐久上げるんだったらもうゼネコンとかパレンケ使っていくしかないよ、うん、カットカットかけていかんと、属性無視してね、とりあえずのところ現状はというところで、これ初見、私は良かった、ただ味方にあれがおって、だいぶちゃんがおって、で相手も全部止められて、でも全くその蘇生から歌舞伎から打てず、うん、でフォニカットのとこここも貫けずに、で次のターンも落とされて、だから完全勝利だったかな、これちょっと3枠フォニやめた、やっぱやめた方がいいなと思って、2カウントはダメだもんなと思って、うん、で次パレ使ったんだわ、そしたらあいつがおった、さっき喋ったかな、じゃあもうちゃんとこれもう水でいった方がいいよなって、ですね、こうなった、うん、でやっぱポムとかチラホラおるんですよね、次のガチャのやつとか来たら 100% のやつが出てくるんだろうね、まあそんな話も後でということで、でまあこうなったということで、うん、まあこれはもう、うん、もうこ私これ以上もういじりようないわ、初手を変えるぐらいだせいぜい、うん、あとは運要素じゃないけど、で明日でございますということで、非課税だね、非課税無制限だね、まあ今までで言うとこんな感じじゃない、やっとのとこはあかんけど、最後のとこどうしていうの、これどうしていいの、まあいいよ、お酒飲みさんのターンで当たるとコーラが倒せる、15万コーラだったら確か 100% 確定、
だけど明日のコスト無制限でそんな4枠で牛タスを使ってくるコーラーってそんなにおるか。使えるんだったらあれでしょ、買ったら使うでしょう。そう考えると無理ゲーだもん。だしそもそもこれやっとんところで当たってもダメだ。もちろんもちろんすごいあれだね、発音変だったね、いつもと一緒だね、うん。日風だもんね、当然剣心とか出てくる可能性高いから、風は全体になる可能性があるから、あの異次元のゾーンで吹っ飛ばされる可能性はすごい高い、うん。ストレートでこんな風にいっちゃうっていうのもありかなと、とりあえず組んだけど、コーラがあるでちょっとあれじゃないのっていうことで結局なんか似たようになった。まあ乗り降りれたけどカット率が低いかもな、うん、4倍じゃちょっとあれだな。で結局風太郎使うってこと、うん、遅延考えて、うん、それから変わっとる。だからこれも絶対2枠あれだわ、ソフィアよりあのニュー使った方があれだわ、うん、と思う。でやっぱ似たような感じになる。3枠なんでもいいわ、フォニーでもいい。この場合はフォニーの方がいいかな、逆に落ちてくっていうあれじゃないから。で初手はあいつにしといた。オロロで倒せんし、どう読むだろうね皆さん。風の効果力だとあれ打てんでな。であれ連撃がないからあれ落としていくんだったら、あのあれだもんな、これ本当にこれでもあれだもんな、確定じゃないもんね。落としていくのはレイフかウニ使うしかないね。ウニ使えば一応あれだもんね、両方水入れてウマウも視野に入るか。ウマウでもオロロでいけるか、そんなに怖さはないよな。オロロでほぼ唯一これだけだね、いけんところは。うん、まあ、明日無制限多分率高いんじゃない、持っとる人は使うだろう、どう考えたって。で電とかの話じゃないけどさ、うん、でまあそれ後で言おっか。でまあこんな、まあ、3枠はすごい悩んどる、うん、耐久寄りにするか、まあ、明日無制限なんで別にパレとかであのかばえるとは思ってないし、というより蘇生かそれかあのポディで吸うか、うん、そういうとこが多分いいかなって。それかあのあいつノリオか、うん、押し直してカット率高いところで一発なんか火力あるやつ、歌舞伎とか歌舞伎とか歌舞伎とかポコーンって吸ってあげた方が多分いいんじゃねえかなって、うん、やりながら多分制限だで火力に振るよりなんかつくよみ使ってワンチャン耐えた時に 50% カット引きずり耐えたというか蘇生含めて、うん、蘇生入れた子なんかあれだと思うんだけどな。こうでコーラ行くってやつ、うん、明日のコーラはちょっと安定性低いと思う、うん、まだ月読み入れたけど、うん、でこんな感じなんですけどさ、まあそれよりゆるの話じゃないけどさ、まあ一応コーラ出しといて言うけどさ、設定むずくないっていうのがさ、これ一般的にじゃないけど対戦の何だろう道理というか原理というか中でどうしても耐久のが有利っていうの、それはもうゲーム上あれだもんね、残数残したらの勝ちになるんだから、それはあれだよな、倒せんかったらあかんのだで、耐えやあの勝つ率高いんだで、倒してもあれだもんね、倒されるから元取れんもんね。倒せるやつで火力高いとかそのクレコとかああいうのでね、ハイブリッドタイプって私勝手に言っとんですけど、バランスっていうのあるやつ、体力あるやつ、今の電話全部そうだね、うん、なってきとるけど、これがちょっとあれだよな、あの人権じゃないけど性能にしてって下方修正じゃないけど必要じゃねえかなって、かなりうんかといってそういう風にやってていくと、まあ、もちろん自分たちの何設定した考え方を全部否定とかっていうふうになっちゃうと、うん、今後のねやり方難しいとこあるけど、火力に振りゃ火力に振るってたって、まあでもあれだな、俺火力に振った方がまだあれなのかなと思うんだけど、結局これさ、例えばこれ強力で、まあ、コーラが最初から強かった強いと思ったか弱いと思ったか、それ人それぞれの判断で、それはもうどの有利だってわからんことだけどさ、まあ結果的に弱い有利ではないですよ。あの補正入った時にも使ってきゃね、耐える率高い、一人だけ桁が違うので引き継ぎは一応2ターン使っても元は取れるんじゃないのみたいなふうには思っとんですけど、とりあえず今日のところでは、うん、で今日でもまあこんな感じで悪いとは思ってない。突き抜けていいかって言われるとどうかだけど、でこの設定がさ、要は何こういう例えば予想しないところで
強いって言った方が、あえて強いにしとくわ、やつを入手しやすい強力で、出てしまったということで、まあ皆さん手に入りやすいからいいかどうかは別として、で逆に電なんかでもそうだけどさ、コストでいく、コストでいく、 HP でいく、 HP でいく、ここら辺なんか含めたところでもさ、はっきり言ってこれ電なんかに関してはさ、役に立つか役に立たんかって言われたらあんまり役に立たんよね。私は役に立たんと思ったんだけど、ほとんどなんか初手要因みたいな、初手だってそうだもんね、こんなもん結局 HP 高いなら耐えるに決まってるので、ただその代償として火力がないってとこありますわ。で今電で出てるのってはっきり言って火力タイプばっかりですから、月読み所詮 50% だもんね。強いと思います、初手要因だよね。水とかですら4枠とかで使ってる動画で 50% だよ、所詮60じゃない50だよ。その体力があるからっていうところあるかもしれんけど、でもこれ使っとってなんかうなるほど勝てるってなります？ジャンヌの時はあかんわ、あれは補正入っとる、あんなもんは、うん、そんなのあれだね、ハマってやってこんな補正入ったらクソったれになるもんね。そうソフィアでそうじゃん、こんな補正入ってたら、俺言い出したらあの真ん中のあいつダースベイダーみたいな、なんだ、うん、あいつだって補正入ってたけどワンパンできんなもん、それはあれだわな、つくふみだって補正入ったらこんなクソったれになるに、なこと言ったらニューとかってそうじゃん、カネタラだってそうじゃん、バッカ野郎だもんね、コーラなんかクソったれだもんね、うん、そのバランスがさ、要はっていうのが前振りじゃないけどさ、うん、使えると思いませんよね、明らかに。せいぜいショート用意に使うったって、こんなもん風なんかで使えば、レイフに殴られるんだで、まあそれは使わんよりは使った方があれだと思う。ただこれが何、頻繁にというか初手に使えるとこって皆さん使えるわけになるんですか、持っとる持ってないとりあえず抜きにして、でさらにこれガチャ期間がガチャの排出率をどう設定するかね、すっごい渋く設定するのは分かるよ、3ヶ月かなんかかで今までみたいな確率で設定するんだったらまああれかな、でもそれやると多分あれでしょう、あのいい声が上がらんっていうか3ヶ月なのに排出率なんかすっごい悪くてこんな役に立たんやつって言われるな、うん、で難しいのがこれ電がさ今のところまあ使えない部類ですが、逆にこれがめっちゃ使える部類だとどうする、3人体制だとあの弱くはないと思うっていうか、あの超えられん壁になると思う、あれはあの初手はやって思った、ちょっとチート臭いなと思って、5人と3人は違うから、うん、今のところまあそんなすごくないと思ってる、そんなすごくないというかはっきりすごくないと思ってる、なくていいと思ってる、別になくても、それないよりあった方が絶対持ってない人、そのあんなもん乾燥してる人使っとって前ふざけんなクソタレみたいな、うん、で声は絶対あると思うけど、使ってみてはっきり言ってそんなに思わない、うん、初手で育たれるわけじゃないし、スキル強くないし、これがハバキみたいなスキルでさ 60% であの1万ぐらい体力があるんだったらそれはお化けだけどさ、それだと逆にもうあれだよね、非難の声殺到だよね、こんな電設定しやがってって、お前これは課金体制にしやがってこの野郎っていうふうになるよね、だからそれはその設定が難しいんじゃないのということ、長々と言ったけど結論は強力の方とかでまだ壊れじゃないけど、その性能高いやつが出てきた方がまあ手が渡り手に渡りやすいで、皆さん私はいいかなと思うんですよ、逆に入手し難度が低いので強いやつが、逆に電の方でこれなんかおかしい強さのやつが出てきた、今んとこ火力入れのばっかやつでいいですが、これだって火力ですが、所詮倒せん体力じゃないですが、まだ最終だったらあのスキルとかあるからそんなにあれですが、これが逆に蘇生率高いですが 120% とか5ターンで風 120% とか弱くないでしょ、どう考えたら強いでしょ、だったらアマテはあの回復率が低いもんね、あれが、うん、だってあのパンタなんとか狼男かなんかありますが、あのブラジルかなんかの進化のやつ、あれが強いのって回復率が高いからだね、生存かかってもあの何生存した何自分たち同士で殴ってもあのワンパンできんというところ強さありますが、とりあえずのところはスキルなしで、他のなんか火力アップとかなしで全部そうですか、今出てる電って
アマテはまあ蘇生だけど回復率作る。ツクヨミはあのー、3ターンカットが発動しやすい部類だけど 50% で低めに設定してあるからまだあれだね。 60% であれ強いと思うわ。うん。で、ジャンヌに関しては完全火力より、それもデンに関してはあの補正が一応今のところは分からんけどね、そのうち復活するというかもしれんけど、ないから、まあ他っといても、他っといてもってことはないけど、田島で倒せる部類だから、あれ補正入っとったらほんとクソタレだよね、あんなもん満越えだったら。うん。生存しとったらあれだもんね、パレンケとかボコボコにしていくんだで。うん。で、火力セッターで。で、今回のデンに関しても、まあ、それも布石じゃないけど、結局火力寄りのやつ。まあ、捨てが高い、デンだでも捨てが高いの分かっとるわね。1万近いところほとんどあるやつばっかで、火力も3000だよな、ね。4000、5000見えてくるところで、うん、体力寄りの高バランスみたいな。で、70前後がコストが大体。で、まあ、今回言うと、これまあ、多分、皆さん使えんって無理じゃないですか。まあ、せいぜい風の所定使ってリーフに殴られるだろうなぐらいじゃないの多分。これ、まあ、落としていく人にとってはあれだろうね。ただでもやっぱ火力枠だから強くないと思ってる。あ、対戦っていう意味で。あの、対戦で使うか使わんかという。私だって、まあ、あれだもん。基本的に火力枠、あの、評価低くなっちゃうもん。耐久枠の方が絶対高くなっちゃうもん。うん。あの、対戦の道理として。他の目線とかは違うよ。火力で、あの、歌舞伎用なり強いか弱いかって言ったら強いじゃん。どう考えてて火力あるし、捨てもいいし、あの、書店に使ってもいいし、あの、3枠じゃなくて4枠のつなぎ肉使っても別に弱くないですが、最終でも別に、あの、パーセンアップは、あの、火力出して強いですが、全体もらえるし。ただ、対戦でアベレージ出していくとか、勝つって言われると、強いかって言われると、すごい疑問って思ったんですよね。要は火力枠だから、単純に。あれ逆枠だったら強いと思った。だからフォニーの方が対戦に関しては、強いんじゃないのって。火力が強いとか、防御が強いとか、そういう抜きにして、単純に対戦っていう目線で言うと。でもあれだと、その周回とかで使っていくか、特殊ステージクリアとか、っていうところになると、また話は違ってくるもんね。周回デッキとかじゃないけど。それ対戦目線でっていうこと。というところもそんなあれだよね。火力は強いの分かるけど、うん、ポムの上位互換みたいな使い方がよく分からんで、ね、私もともと色変使わん人だで、色変短縮ほぼとんど使わん、うん、まず使わん、ターバンですら使わん、うん、分からんけど、まあ補正入ったら捨てがどうのかなる、まあ、結局補正入れば何でもそうだね。ただこれ悶絶っぽい感じじゃないよ、どう見てもね。ねえ、こっちの方が悶絶っぽいよな。これでも、まあ意味はわかるよ。次を落としていこうっていうとこ。ただでもやっぱ火力枠だから評価しんっていうとこがあるのが、落としててだからなんだってとこあるね。水だもんで結局風使ったらいいってなるしね、このターンに関しては。うん。初手から風に変えてけんもんね、2ターンをね。うん。で、2枠のところのパレンケとかあの辺りをワンパンで落としたからだからなんだっていうとこもあるもんね。うん。残数並ぶだけだから。その対戦という目線でね、微妙にあれかなと思ったんだけど、うん、所詮のその多義誘導みたいな、ただ3000っていう火力がちょっとやりにくいよなと思って、所詮私どうしても落としていった方が絶対いいと思うんだけどな、うん、っていうところで微妙かなって考えると、みんな微妙だと思ったんですよ。これも逆に壊れゆるじゃなくてまだ良かったかなと思ったんですよね。で、まあ、さらに、デンの最後じゃないけどさ。いや、もう使わない倉庫入れたんだけど。あまりにもなんか増えすぎてさ、対戦の時とかのあれやるのめんどくさくてさ、途中まで作ったんですよ。ちょっと待って。いや、倉庫に入っとるもん。ここ前作ったけど、なんかもうあまりにあれやと思ってやめた。もう何、今まで使わんゆるでも、あの、育てとったんですよ、一応。とつとったんですよ。とりあえずのレビューみたいにしとったんだけど、もうこんだけ何使わんっていうの。だって、デンって結局、どう考えたって一枠しか使えんじゃん。で、今のとこ、対戦目線、私目線で言うと、別になくてもいいじゃんってばっかりやん。三人対戦とかで初手で使うとかそれぐらいじゃん。まあもちろんそれが有利になるんだけどね。うん。だけど、こんだけあれのやつ来て、で、またどんどん出していくんでしょう。で、そこから1体しか使えるんだよ。
で今のメンバーで絶対どれか選んで使わない、これ人権犬だ、ハバキとかパレンケとかみたいな存在だったやつおると思います。これでそれ見て火力がついの分かります。それ別に2枠で使うんじゃなくて3枠で使ったって知って分かるけど、だけど111で 2.1 か 2.、まあ、いや 2.1 に最初で、あの使いさんのがもうちょびっと高いですが、継続単位一緒で2枠3枠に使ったとしても、もちろん蘇生もらえるとかそういうのもあるよ。でも非限定ですが、お前いかにもなんか一山みたいに言ってるな。でさらに言うと倒しててどうなるんだってことがあります。でこれコーラを倒しきれる場合の火力じゃないですか、5枠のとこまでたどり着くような。ステがそれは強いの分かるよ、3ギア出んだから54-38で9200、そんでもあの作る目体力が低いかその分火力があるか。だけど初手要因ばっかりじゃん、みんな結局ステが高いからずっと。まあもちろんあれだよね、こういう存在ばっかだから逆にってとこ同じことばっかり言ってるんですけど、これが逆にゼネコンの上位互換とか3枠で1人勝手に4万ぐらい出してあの何フォリとか絡んだら5万とかになったらもうクソったれになるね、歌舞伎がどこ行くのみたいな風になってくるわね。だからそのバランスがすごい難しいよねって。でもこれ育てるのやめた、ここまではやったけどさ、こう手持ちのとか使ってチケットあの使ってけばいけますよ。であのあれもあるよ、素材もあるよ、あのあれもなんたマノスンか、マノスンも使わない倉庫入れた。こういうの増えてって、なあ難しいと思っとるよ、このバランスは。最初ちょっと多分強めに振ろうと思ったんですよ。そしたら結構な批判じゃないけどっていう声とかで、多分ちょっと甘めにしてったんじゃないかなと、柔らかめにしてったんじゃないかと思う。そしたら使えんくなってったっていう、まあ、最初から思ってたけどね。スキルがな、でもう一回だけど、これがかといって耐久スキルが、例えばさこんなやつがさ、ガリソンの上位互換みたいなやつがさ、でんでんでさ、で特定の種しか使えんだったらもうあれだもんな、水換とか最悪になるよな、なるよな。明らかにガリソンにすごい耐久出して、もう絶対そこカバーエンクテーみたいで、後ろ落ちたら蘇生かなんかできて、もうやっとれるかクソったれみたいな風になるよな、耐久枠出ちゃうと。そっか、ハバキの上位互換とか、ハバキの一回りぐらい捨て大きくなって、あの 65% カットとか、もう絶対あれだよな。それもそれで暴動起きるじゃないけど、せっかくハバキあれで使えると思って、ユルの中である程度強そうなのでやってたのにって、上位互換出て、それが何、こういうどっかの国のやつ、ここでチケットはなんか鬼みたいな進化させてて作らなあかんとかっていう風になったらあれだよな。無突じゃあれで、あの貫突させんとね、貫突させるとあれだよな、そんなもん1万近いところで 65% カットだとかクソったれだもんね。それが、ね、コスト75とかだったら使うわな、他のところのコスト安くしてでも5枠が動く可能性高くなるもんね、5ターンがね。で乱語とか怒られたらもうアウトだもんね、っていうところのバランスが難しいなというの、強くしすぎたらしすぎたでそういう声は絶対上がると思うし、逆に弱くしすぎたっていうか、ちょっと甘めにしたらあなたみたいなこと言う人が絶対出てくるはずだから、結局なんか使えなんかあれだとか言って、ここでもそうだね、さっきのとこでも私目線で、そんなあれだなと思った。今回は抑えたのか、であとここのなんだろう、ガチャの期間の意図は全く排出率とか見てみんとわからんすよね。これでもなんかまあ悶絶性は悶絶だけど、らしくないといえばらしくないよね。どうしても火力枠は評価しにくいとこあるから、ね、でこれが数えて 150% 以上上がっとってステーも高かったら、そんなやつ作って手に入らんじゃんみたいなふうになるから難しいよねっていうところ。ちょっと増えすぎたよな。でそのためほんとこれ倉庫入れたんですよ。でここら辺ここにおるでしょ、一回も使ってないよ、やめた。なんかだから今回のここのやつでもさ、これも逆に何て言うんだろう、
その期間あるからどうしてもそのガチャ引かんっていうわけにはいかんけど、無理してなんかもう集めるとかとつらんとこかなと思って、結果的にとつったならあれだけど多分使ってかんと思う。うん、あ、これはでもあれか、あのあれがあるか、あれの引き継ぎあるか、玉装とかの、でも玉装引き継ぎだったら多分月読み使った方がいいだろうな、スキルが何にも関連してないから。うんかな。うん、で出たならあれだけど、もうだから何、自分で使えると思ったやつだけ育てて、それ以外なんかもう無視してこう、そうするとあれだよな、火力枠なんか全く育てなくなるよな、多分なると思う。かなって思った。なんかだってそんなことになんか問題とかなんかそっちの方になんか集中したいよなと思って、ちょっとあれだよな、なんか方向的になんかあれだよな、これこのまま行っちゃうのかなってとこあるよね。ちょっとあれだよな、いい意味じゃなくてあまりよろしくないような意味でなんか失敗しかかってってるようななんか感じはすごいするんですけど、どう思います？まあ、どっちに転んでも絶対もうそういう批判っていうか、そう、声出るかな。強くしすぎたらしすぎたで、なんでお前はそんな無課金目線に書いたらクソったらみたいなしさ、逆に予約したら予約したらさ、課金目線に言ったらそんなもう俺もう勝ってどうやりたいんだもん、じゃお前もうほんとふざけんなやつ、こんなやつばっか出すなみたいになるよね。難しさはね。うん。私はあんまこういうの揃えてなんて言うんだろう、ただ並べただけで、ね、っていうのは面白くないかなと思うと、知恵も工夫もないから、低コストで何にもできんくなるもん、それで、そういう風になっちゃうと。うん、無力になる、本当に。経費だね。あんたみたいですよね。うん、まあ、好きなのを楽しく使っとるのが一番あれなんだろうな、本当は。火力枠、さっきのあのやつとか100何パーアップとかじゃないけど、ああいうのを使ってって割と勝ちやすくなるのが私理想かなと思ったんですけど、今はどうしても当たり前なんだけど、その対戦のね構造上、耐久とか火力、最後だって蘇生使わない、蘇生もう一番無難ですが、構えんかったら蘇生なので、あの4枠に蘇生入れて全体、それはもう全然あれだと思うけど、うん、がアンパイに近いよな一番多分。どう考えてもっていうと、やることが限られてっちゃうな、使うスキルっていうのが当たり前だけど、耐久力とかになってくると、そんな田島とかシレーナとかで使ってかんもんね。うん、せいぜい入れても先落ちの全体を4か5に入れるとかっていうことになるよね。2枠だってそうだね、ガリソンとかカゼタルとか、ああいう選択肢になるよね。コスト的に足らんくてたまに田島で落としていくっていうのもあるけど、最後まで全部火力でいくってことないよね。だってこういうような風、私みたいな風で、なんていうんだろう、防御のが有利じゃねえみたいな風に考える人って、イナフ、田島、シレーナ、蘇生、もしくは遅延とかってあんま組まんよな、状況によってはあれか、あの手この手考えてどうにかしてなんか変わって残数作ろうってしちゃうよねっていう風になっちゃうよね。そうすると使うスキルがすごい限られちゃうよなっていうところ。うん、面白いか面白くないとかミスして難しいよな、なんかちょっと方向的にと思うんですよね。どう思います？ここら辺のところ。だってやめた、チケットで言うと今、うん、こんで一突分かで、ウマウとかのあれの、ウマウじゃねえわ、あいつの在庫とかか、入れやまだあれか。うん。貫突はしても、でも、使わんもん。同感。今日一回も使って、使う気にならんかったもん。ファンアートでございます。どう思います？ここら辺。かといって、これ今回のが耐久枠で、さっきも言ったようにガリソとかじゃないけど、15個ができたら壊れるわな。イベ補正をなくした分、その課金要素の融通はできんくて、無課金用の目線っていうのは良かったかなって思う反面、課金者の目線から言うと、どやれん、補正なくてどやれんみたいな、どやれんってことないけど、うん、補正暴力が使えんっていうところの不満じゃないけど、フラストレーションじゃないけど、面白みがないっていう声は、表には出んけど、腹の中では多分思っとると思うっていうところの、バランスの難しさっていうところはずっとついて回ってるかなって。
どう思います？ここら辺のとこって。絶対あの人間っていうかあれだもんね、相反する考え方っていうのはさ、同じ国でもあるわけだからね、ここの広い世界か狭いしか分からんけど、英語物語の中でもそうだもんね。まあね、私もちょっとあれかなと思ってる。いい加減だって、こんだけだってどん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 リリースが増えてとるけど、私目線でね、使うやつがどん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 増えてて、ほんとめんどくさいんですよこれマジで。こうやっとんの、そうユール数が1598か、私持っとるので1146だけど、かなり走行入れたこれ。ちょっと待って、走行だって、ちょっと待ってくださいよ。1、2、3、4、5、15、15が50ある、700入っとるがってことは5、600、600ぐらいしかないってことだね。500ぐらいか、いやそんでいいと思っとる。だって使わんもんこれ、どう考えたら使わんもん、いらんもん別に。なかったらなかったって考える、他ので大体するで。で入れてた、これ。これ、例えばあれか。コストで見ていく？こんな感じのやつ別にいらんって判断した。だし、使わんもん。これにやられた。これ絡めてなんかにやられた。これだ。使わんもん。うん。使わん、全く使わん。うん、なくていい。っていう判断にした。うん。紙切りとかってこれ結局ネタとかで何補正入ってあれでやったけど、正直75使ってまでこれはいると思わん、はっきり言って。 1.2 倍にずーっと発散していくだけのために、うん、火力枠だからって言ったらそれまでのところあるけどね、あなたに対してはこんな感じ、いらんっていう判断全部、うん、ここら辺も、うん、オズも別にいいっていう、サメさんでいいっていう判断。うん。コスト安いし、倒れやすいし。うん。だって見るとこれほとんど耐久枠ばっかりです。耐久とか短縮とか。ここら辺でも。花ちゃんもいいっていう。で、私初手もあれ使わん。クレムリン使わん。これもまあいいかなって、別に。うん。なんかあんまそういう風に回復入れていく私あれじゃない。マリテレも別にいい。うん。火力枠になっちゃうね。うポムもいいっていう判断、うここら辺で言うとみんなそうだよね。う6単素性もまあいいかなって。エヴァンジェも使わんだし、知恵もいらん。うあんな結構のめり込んで使ってたけど、ラーガーも別にいい。セリフ素性もいらん。う使ってないもんだって実際に。こんな感じになってっちゃった。補正入った時はひょっこり戻す可能性はあるけど、うん、だってアルゼンチンでもこんだけ入れるといらんって思った。うん、バヌスなんか多分使わんと思うしっていう判断かな。なんかだからその分なんか貯めていこうかなって。でそれがさ、強力なれじゃないけどさ、これ思ったのがさ、貯めていこうかなっていうそのに布石じゃないんですけどさ、これ私さ、協力のなんだろう、あれ CR と、CR ができて進化させてくってんで、ネギとか使っててなりましたが、ちょっと待ってくださいよ。今日1個出た、あのお試しのあれか何かのガチャのやつで、っていうのがさ、待ってください。あれ、あんたアホだね、また倉庫入れた、入れとるな。え、使わんと思ったんか。倉庫入れたらいいで、探すのめんどくせえな、これ。こいつがさ、これ進化していくときにさ、ちょっと外してさ、外したらいいか、出たかな、外したら出た。これさ、こういうことだったのね。いや、どう思いました？私さ、このネギ1個で進化できると思ったの。よく見たら確かに違うよなと思ってさ。でダーウィン1個で進化できる。そんなもんね、今日やる気無制限買って、日曜日、ネギ周回しようかなと思って。協力選んでも集まるんかなと思ったんですよ。素材1個あったら。いや、ネギ周回しとけば違うんだよね。これだとあれだもんな。なくても CR で1、2、3、4、7個か。で、ネギ1個いるってことだもんね。ここら辺もどういう風なんだろうな、ドロー率とかが。
集めやすくはなると思うけど、はっきり言って協力集会してる人集まってるもんね。どういうふうにするんだろうな。まあここら辺のところでやる気無制限でなんかあれかな、課金要素じゃないけど落としてほしいってことかな。1人650円にしても100人1000人100人落としたら80100100万、安いか1000人ぐらい落としてくれなら困るか。最低ラインはどんなものなんだろう。規模は数字的なとこあんた好きなんでしょう、うん、いやこれそれをこれを見たかったんですよ、うん、でなんか1個出んかなと思ってさ、あ1個出たわと思ったらさ、そうかと思って、私ネギ1個それからダーウィン1個で進化で、なんでこんな甘くしたんだろうって、どっかなんか焼きでも回ったんかなと、焼き回ったのは私だったね、勘違いしとったね、そんな世の中甘くねえやとかだね、うん、でそのために集会しようかなと思って、やる気無制限買っちゃったんですよ。まあそんなことはいいやと思ってね。でまああなたは倉庫、こっちの方がなんか地味に私使えんかなと思ったんだけど、スズメがでもそんな使える部類じゃないな、使い分けとして。うん、増えすぎるのなんか私はね、手こういう風にしちゃった、使わんからみたいな、うん、どうですかこの辺のところって考え方。まあ絶対違う、あれだね、私自分にそんな賛同してもらえるのかどうのこうの思ってないけど、ここら辺のところどう考えるかなと思って、図鑑が集まれば別に凸とかどうでもいいやとかあるし、特定のよりお気に入りのなんか絵柄とかじゃないけど思い入れあるやつ集めてけやっていうのもあるし、逆に対戦にこだわって勝ちたいからそういうのだけでいいっていうのもあるし、集会とか含めてってのもあるし、別に対戦なんか何チケットと英語学習とかに含めはいいから、勝っても負けてもどうでもっていろいろあると思うし、まあ、そこら辺はあれだね、人かそれぞれだな考え方ね。使おうが使わないが新しいの増えていった方が絵面もいろいろあるし、スキルとかもあるし、毎日やることだって面白いで逆にいいっていうのもあるし、難しいよな。ビルバランスは難しいと思ったんだけどね、これ強くしすぎるのもあれだし弱くしすぎるのも、うん、ただもうそうしようかなと思って、も数がこんだけ増えてくるとなんかもう持っとってもさ、どっちみち使わんし、集会なんてそんな行くとこ知れとるからさ、うん、かな。体制に本当あれだよな、問題とか学習要素をうまーくなんて言うんだろう、組み込めるといいかなと思ってる。それだけで勝てるようにしちゃうと逆にあれだね、そのジャンルの問題が解けない人が参戦しにくくなるから、そこもまたバランス難しいんだよなと思っとる。対戦でも協力でももっともっと揺るがりもそう、問題数がこなせて通常周回ぐらい、スキルモーションとかあのカットとか含めて、そういうの私があのあれ揺るがりとか入れてもいいかなと思ったけど、サブスとかにさ、協力とかでもカット要素、協力でカット入れるって言ったらソロでやるしかねえよな、あなたソロだでいいよな、うん、そういうのがなんかあっても、ソロはでもどうなんだろう、させたくないかな。問題数が本当にもっとこなせるようになってくると、対戦でも1日なりフルに対戦したとしても2000問ぐらいとかいけるぐらいになると割とあれかなと思ったんですけど、私的には待ち合い時間とかそこら辺のところあるわな、兼ね合いがな、うん、すんなり行ったりとかな、切断もあるわな、うん、難しいな難しいな難しいなって言うと難しいと思う、この辺のバランスは。ぶっ壊れっていうのやつを出しちゃっても逆にいない、でも今のところの伝で言うとなくてもいいっていうのが結論じゃないですの、普通に対戦目線で言うとやっていけるよねと。ただ面白いのが何、今回みたいなじゃないけどちょっと変わったやつ出した方が使いやすさっていうのがちょこちょこ使ったの見たね。確かに火力あれ強いと思うわ、つなぎ方にして、もっとなんだろう、いろいろなんか考え方あると思うからさ、うん、見て思った、火力あれ強いと思う、弱いわけはない、どう考えて も火力が強いのってあれだもんね、対戦のアベレージとかあれだもんね、比例してかんもんね、まあそれはもう構造的にしょうがないの分かってるんだけどさ、っていうことです。難しいねっていうこと、本当に。うん、逆にあれだよな、その、世の中のなんだろう、成績とか会社の出世とかさ、営業利益、経常利益とかそういうのじゃないけどさ、そればっかしていくのも面白くないっていう考えはあるわな。体制でもそうだな。ずーっとランクとか、アベレージとかじゃないけど、そんなんばっか求めていくと逆にやりたいことがあって、ね、火力構成じゃないけど、たまに変わったことっていうのがやりにくいっていう、もうこれ言い出したらきりないもんね。反対局面の考えは絶対あるわけだからさ、うん、
あ、全部が全部本当にあれですよ。そんな、サンドとかどうのこうの思ってないけど、うん、ただ私やっぱあれなんだけどな、その批判されたりやなんかけなされた方が逆にいいかなと思ったんですけど、そんだけなんていうのは改善する要素があるから、自分自身に対して、あなたのやってることすげえよ、最高だよっていう風だと、なんかあれかなと、そこに居場所がないかなと思って、だから会社からいなくなったのかなっていうことかな。なんか全然話変な方が言ってたから、本当難しいわこれ、うん、思った。ただまあ面倒くせえっていうか、あれなのはもういいかなって。私はまあ物増やすの好きじゃないですよ。その割にあれじゃないの、あのちゃぶ台の上に何か置いてって、お前あれだろ、坊さん来るの今日忘れとったんだろう、うん、ずーっと置いたちゃぶ台でお布施渡すんですよ。ちゃぶ台のとこでコーヒー出して、まあいいや、もうそんな、わいや、お前そんな忘れたことに気にする人じゃないだろう、まあ、そんなこと取り留めもないから、まあいつものこんな調子でございますって漫画読んでアイスクリーム食って、あの水浴びして、あの平和な一日過ごしとるでございますよってお前みたいじゃねえわってことで、うん、まあ、こんな感じ。ただそのコーラ含めてそうだな、これがたまにこうやってポコって出る耐久薬がグッて強くなっちゃうと、あのイビルの時じゃないけど、これ下方修正あってもあれかなと思うんだけど、桁が一つ違うかなと思っとる。うん、ただ雑に使ってこんな風になってくるんだもん、コーラ出てから補正ないんだけど、しゃあないよな。蘇生だって、耐久って耐久だもん、最終蘇生。ねえ。リーチ取ってないけどさ、最終蘇生使った方が多分あれだろうね。アベレージには繋がるだろうね。蘇生かウーマンみたいな、ああいう強力なカバーっていうの。まあ今ちょっとあれだね。ウーマン包囲網みたいな、かなり火アップのやつとかなんかあれだね。潰せ潰せモードじゃないけど、今回のだからアルゼンチンのデンでもそうだろうね。うん、っていうようなところはあるかな、うん、まあ、そんな感じでございますということで、明日はそんな風で行ってみようかなということで、もう面白いもないけどね、コーラばっか使っとるとね、うん、そんな感じかな、まあ、ここら辺どうでしょうかというと、取り留めない結論だろうね、うん、さじ加減はあれだもんね、運営さんじゃないけど創設者になるもんね、コン先生になるもんね、うん、どう考えたって、いや、そこを何反対とかどうのこうのじゃなくて、難しいと思っとるこれは。勉強方面とかの真面目にあれだね、もうちょい振ってくれるとあれかなと思っとる。体制の方とかも問題数がこなせて、うん、中3分法とか、私高3分法とか、もうちょい難易度上げて、あれ難易度悪いか、そこ上げちゃうとあれか、文法解ける人とか英検解ける人とか、そこの分野のパーセン多いと解ける人とか有利になっちゃう、そこ難しいよな。まあ難しいとこばっか、バランスでも難しいよね。あれが言っとったもんね、貢献がね、貢献だったか、貢献だったかあれって、まあ、漫画の話しとるだろう、うん、だからあれだろ、バランスバランス言っとるだろう、ちょっとね、うん、俺も足でなんかああいう、なんだろう、なんだったあれ、なんか砂時計の名前でこんがや、なんかバランス取るやつがあるんですよ、あれをなんか足に乗せて、まあいいわ、ね、漫画の話はいいわ、終わったら読むんだろう、うん、読もうかな、お菓子でも食べて平和な、まあ一日もう終わろうね、そんな感じ、取り留めもないけど、まあそんな感じが思っとることでございますということで、はい、ということでそんな感じ終わり。